Hello, and welcome to After 5 English Beginner's Lessons. My name is Kumi. 皆さん、こんにちは。After 5 English の Kumi です。カナダはバンクーバーで移民の方を対象に英語の講師を10年近くしておりました。今は同じ職場にて別のポジションについて移民の定住をサポートしております。この度、メインの配信プラットフォームを YouTube から Podcast に移行し、英語習得初心者を対象にしたミニレッスンを配信していく予定です。定期的に配信していこうと意気込んでおります。英語という言語はコミュニケーションを取っていく中での一つのツールで、このツールを操るにあたってスキルを習得していく必要がありますが、そのスキルとは、Listening、Speaking、Reading、Writing、この4つです。このチャンネルでは、スピーキングを主軸において進めていきますが、その他のスキルについても解説などをしていきたいと思います。このミニレッスンは大きなテーマがいくつか設けられております。そしてそのテーマの中からトピック、いわゆるシーンを定めて、会話、発音などの練習を一緒にしていく内容となっております。例えば、テーマが空港、airport で、チェックインカウンターでのやり取りというシーンや、機内でのシーンなど、その各シーンで実際に使える単語、フレーズを紹介していきます。今現在私がカナダに住んでいるもので、紹介する単語やフレーズは主にカナディアンイングリッシュとなります。ポッドキャストを聞きながらなるべく声に出してリピートをして、ご自分のペースで進めていってくださいね。そして、これについて話してほしい。このトピックについてのレッスンをしてほしいなどのご要望がありましたら遠慮なく教えてください。では、Enjoy the lessons. Remember, mistakes are the biggest and greatest teachers. So don't be afraid of making mistakes. You can do it. Welcome back.To After 5 English Mini Lesson, Lesson 2. Happy to have you back. セカンドレッスンへようこそ。今回のレッスンも空港のチェックインカウンターにて前回のチェックインの続きのシーンです。まずは前回の会話を復習してみましょう。最初のセットでは搭乗客 B のセリフを繰り返して、次のセットでは搭乗客 B として職員と会話をしてくださいね。発音のおさらいは R の音。下の奥の両端は上あごの奥歯に当たる感じで引っ込めてください。そして I'd like と I like との発音の違いも聞き比べてみましょう。I'd like。ちょっと小さいつの音が聞こえますか？I like の I のイのすぐ後に L の音を出します。I like なので I'd like, I like, I'd like, I like。では前回の会話をもう一回リピートしましょう。A. Hi, how are you today? B. Good, thank you. I'd like to check in, please. A.Sure, may I have your passport? B. Sure, here you are. はい、今度はあなたが B になってくださいね。A. Hi, how are you today? B. A. Sure, may I have your passport? B.Awesome job! OK! では今回のトピック。引き続き日本国外の空港の設定で搭乗者に向けられる質問に答える際に使われるフレーズを紹介します。まずは会話を聞いてみましょう。ちょっと短めですがどうぞ。A. How many of you are traveling? B. I'm traveling with my mother. Or B. Just myself this time.どんな会話でしたか？そう、この会話では
同行している人はいるかという質問に答えています。最初の答えでは、I'm traveling with my mother なので、母親と一緒に旅をします。で、次は just myself なので、自分一人ですという時に使えます。ターゲットのフレーズは、I'm traveling with blah blah blah。それと、just myself this time。この this time はあってもなくても OK です。この2つのフレーズ、空港以外でもすごく使えます。例えば友達と話してる時に、Oh, who are you traveling with? Oh, I'm traveling with my boyfriend. I'm traveling with my sister. I'm traveling with my brother. と言った具合。それか、just myself。他にも、I am traveling solo。って言って、ソロで旅してる。一人で旅してるっていう時に、I'm traveling solo。っていう言い方もできます。では、発音の練習をしてみましょう。ここね、今回の発音はコツです。英語での TR の発音っていうのは、CHR で発音するとすごく楽になります。なんでかっていうと、t って音っていうのは、舌が前に出るんですね。で、R の音は舌が奥に行きます。なので、tra ってなるとすごく舌がしんどいんです。そこを今回は、CHR なので、ちょっと舌が奥に行きますよね。そうすると R の音がすごく出しやすくなります。travel。これも CHR の音で travel。travel。チャッチャッって音ですね。で、with なんですけれども、ここの TH の音は、ってちょっと詰まる音なんですね。なので、気持ち D をイメージすると楽かもしれません。with。with。なので、with ではなくて with。traveling with CHR の traveling with just myself もうこれは just の T は発音せず just で myself も my って言わなくていいです。ここは myself なんでかというとこの myself って二音節になりますよね。 my って音節と self って音節でストレスはself の E にあります。そうするとストレスのかかってない音っていうのは本当に発音しなくていいんです。なので my の y ははっきりと発音しないでいい母音になります。なのでまで self just myself では repeat after me traveling withJust myself. で、チャンクで発音してみましょう。Repeat after me. I'm traveling with. 抑揚を意識してみましょう。Just myself. さ、では、実際に会話をしてみましょう。You're doing good so far. Let's keep it up. まずは、搭乗客 B をリピートしてくださいね。では、いきます。A. How many of you are traveling? B. I'm traveling with my mother. B. Just myself this time.Awesome. そして今度は私が B を言わないのであなたが B になってくださいね。 I'm traveling with my mother もしくは just myself どちらを使っても結構です。では行きます。 A. How many of you are traveling? B. Great. ここは何度でも一旦停止して繰り返してくださいね。さてレッスン2お疲れ様でした。どうでしたか?チェックインカウンターでもっと話せるようにもっともっと練習を繰り返してみてくださいね。では、See you in the next lesson. Bye for now.